コスモス畑に来ましたよ。めっちゃいい天気。行きましょうか。ピクニック。なんかあれやね、八分咲きみたいな感じやね。数が少ない。つぼみはいっぱいやん、まだ。ほんまや。つぼみちゃんや、ね。満開。こうやって見たらいっぱい咲いてるよね。うん。いや、めっちゃピクニックしてます。2人の好きなパンドミーですね。カレーパン買いました。あ、カレーパン。キャンプだはーい、キャンプだはーい、キャンプだはーい、はいはい、キャンプだはーい、キャンプだはーい、キャンプだはーい、はいはい。お団子売ってたから買ってきて。美味しそう。美味しそうやな。何みたらしなのか。と、きなこ。そこで焼いてたよ。なんや。一本100円。いい匂い。暑い。あとあと。人間はさ、火に当たらないとあかんねんで。そうなん。だって火に当たることによってさ、ビタミン D できるから。そっか。火に当たらないと、そうそう、できひん。人間も言ったら自然の一部やからね。そっか。コスモ好きやかったな。まあ。まあまあやな。まあして。何ですか。車欲しい。自転車も気持ちいいよ。まあな、たまには。